この間買ったグレッチ、3年ぐらい憧れてやっと納得できる音と見た目の買ったんですけど、ちょっと重いっすよね。これちょ4キロ 3.9 ぐらいあって、どうしてもこれ変えて軽くならんかなと思ってビグスビーを変えてみました。うん、かっこいい。うん、この見た目に憧れてたんで、やっぱこっちの方がしっくりきますね。 3.9 が 3.75 ぐらいになったんですけど、結構違う、重さがこれだいぶ違う。まずはオリジナルのビグスビーのまんまの音で、なんかちょっと軽くなったんか、ハイがちょっと出るような、ローがちょっと減ったような気がします。なんかちょっとローとミドルが減ったような気がします。でソロの時のこの太さがちょっと減ったかな。じゃあ次歪ましていきます。ローが減った気がしますね。ちょコードと歪ます時にはいい感じ、ちょうどいい感じです。でもともとちょっとローがだいぶ出るんで、アンプではあのいつもベース5のとこを4にしてます。自分好みにはちょっとなったかな。やっぱこっちに変えると、ミドルとローがちょっと落ちるけど、まあ僕は好みになったんですけど、アンプでローを足せば全然いけるかなと思います。うん、これ変えてよかったです。